まあ、ディフェンサーのプレスもそうですけどスライドも速いんでね、はい、アントラーズはここもそうですけど、はい、おっと抜け出すか武藤、武藤中央ドーグラス中入れてドーグラス倒れる前山口最後は山口あよく決め切りましたね。でうまく相手のセンターバックのギャップがありましたけどもそのギャップをついて、まあ、武藤がうまくねタイミングよく抜け出しましたよ ね、まあ、ここで少し、まあ、味方が来るのを待ちながら、まあ、右のアウトサイドですよね、まあ、ニアのドーグラスが釣ったことで、まあ、背後のところにいいタイミングで山口が、まあ、飛び込んできましたし、まあ、ここは体で押し込んだっていうところでしたけどもね、まあ、このアウトサイドのパスもまあ、絶妙でしたし、まあ、ドーグラス触れなかったですけどもゴールキーパーとディフェンスの間に非常に絶妙なボールでしたね。あとは体であとはこう気持ちの部分もありましたよね。山口君決め切りましたね、まあ、いきなり武藤結果出しましたねここも、